振り返りで25日の配信して25日なんですけど、毎月24日先ほどの日の配信をしてます。パチ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 。今日も死ぬほど可愛いね。死なないで。ありがとうございます。袖かわいい、ありがとう。やすかわいい。これハート、なんか最近ね花粉症大丈夫なんですよ。そういう人いない？私なんかここ3日間ぐらい花粉症大丈夫、ずっと鼻が通っているっていうんですか、私全然平気今でも。ああ確かにとか、私も全然花粉症じゃない、全く大丈夫。一緒だね、スギ花粉終了。あ、そうなの？じゃあスギが終わったからってことかな。私も薬飲んでないけど正常に生きれてる。スギ花粉シーズン終了きた、嬉しい。あ、明日花粉多いんだけどな。ヒノキ、ヒノキっていう、あーヒノキもねあるんだよね。私基本的に花粉のやつでも杉が一番多かった気がするな、アレルギー検査した時にね。確か、あさっきちょちょちょさっきからちょくちょくコメントにあるんですけど、前髪切ったって、切りました、前髪切ったっていうか美容院に行ってきました。ピース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 、黒く暗くなったんですけど、今ライトつけちゃったから外すね。こんな結構黒い、わかるかな、でもこうやって見ると明るく見えるけど結構黒い、黒いです。でも光に、あっあっ、さっきの大好きなメイクちゃんです。とじのみこで共演したメイクちゃんが今、こちら私の待ち受け画面、メイクちゃんです。インスタグラムにこの写真載っております。バレちゃった、バレちゃったって前言ったわ。今アイコンこれで、待ち受けこれですって。イケメンでしょ、イケメンだし可愛いのよ、面白いし最高に大好き。待ち受けがバレた。あ、黒くして美容師さんにお任せで、こういう風にしたいですっていうのを伝えてやってもらったんですけど、普通にパッと見暗い黒なんですけど、よく見るとなんかラベンダーピンクとか、あとなんとかな、青紫緑とかアッシュ系なんだけど、ラベンダーピンクちょっと入れたよって言って、なんかすごい絶妙に可愛い、超可愛いです。ちょっと早く早く早く生で見てほしいぐらい可愛い。二次元のイケメンに見えた。待ち受け推し、待ち受けに推しを表示するのは正義ですね。さきぽんが美容院行けるようになってて感動。実は水野愛理と一緒に行きました。愛理と一緒に行った、久しぶりに行った美容院で、なんか3年ぶりとかに行った美容院だったんですけど、私のこと覚えてくれて、また通おうって言ってなさすぎて担当さんがいなくなっちゃったから。だけどなんかその担当じゃなかった方が言ってくれたんですけど、覚えてますって言ってくれて可愛くしてくれました、嬉しい。しかも何言って SKE って分かってるから、なんかその話しやすい、嘘つかなくてもいい。
人で行けない美容院。4年5年とか経つかもしれない。1ヶ月か今日で。早かったな。もうポンポンポンってなりそうだね、卒業まで。3年間髪のお手入れ、あ、別のとこに行ってました。その担当さんがいなくなっちゃったので、なんか行きにくいなと思って。早いね、マッハだね。大事な撮影があるので暗くしました。大事な大なものに気づかない僕がいた。今胸の中にあるな戦い。大事な撮影って言うとさ、すごいみんな期待させちゃうけど、そういう意味の大事な撮影じゃない。なんか別に写真集とかそういう意味のあれじゃない、グラビアとかそういうのじゃないです。あの普通に、あのなんていうの、そういう意味じゃない。卒業曲の MV ももうないよ、あれだよ、恋落ち落だった私最後。なんか待ってる、え、お花だったんだけど、ありがとうございます。誰がくれたのかな、見よ。あ、ありがとう。名前呼べるようじゃなくて、名前呼べなくてごめんね。ありがとう。花だった。24日があと2回しかない。あ、そっか。あと2回で毎月24日の配信終わりか。あと何回できるかな、ショールーム配信。ミラーボールの新バージョンなんだ。フォトブックもないよ。免許証かとか言って。2位になったやつのグラビアは、あ、何にも知らないわ。そういえば聞いてみよう。みんなさ、週に何回休んでるんですか？最近休みなくてさ。うん、またお花。フラワーシャワー。フラワーシャワーとかプリキュアのさ、あれにありそうだよね。プリキュアの必殺みたいな。うん、ありがとうございます。誰が送ってくれたか見えたよ、分かったよ。週 2? 週2か、だいたい週2が多いね。週1とか、社会人の基本は週2。うん、1か2。あ、週2休みだけど在宅勤務してたりするのね。あ、またありがとう。お花めっちゃ可愛い。私春大好きなんだよね、花粉ってこと以外。あ、また2つ目だね、ありがとうございます。私もさ、次はあ、またありがとう。あ、次は違う方、ありがとう。お花とかもあり、これめっちゃ可愛い、ふわふわしてた、ありがとうございます。私も就任になるよね、きっと。社会人になったら、春大好き、花粉ってことを除けば大好き、も桜好きだから、色合いも好きだし、春に売られるものって可愛くないですか、好きだから。そう、今は別に決まった休みとかない、今休みない、全然嬉しいけどね。まあ、卒業するまでさ、アイドル満喫できるのは嬉しいけど、本当に今忙しくてあんま寝てない。なんか今アイドルはなんか今コンサート前とかめっちゃ忙しいから休みないけど、
逆にコンサートが終わったすぐとかは本当公演と握手会しかないとかだと休みがあるから、うん、なんかなんて言うんだろう、多分同じぐらい休んでるんだけど、バーンって長く休むか、バーンって働いてバーンって休むか、働く休むみたいになるかって感じですね。もう番組見てると毎日忙しい。明日もお仕事があります。あ、明日あの観覧車へようこそ、私あの出るんですけど、このメッセージお便りぜひ皆さんお待ちしております。私のサイン入りのクリアファイルが届くのはもうあるかな、ないか、おいき、151出てきた、もう数少ないと思うので、ぜひこれを機会にいっぱいお便り送って、私と他に出演する2人のあのサイン入りクリアファイルをぜひゲットしてください。ゴンドラマスターです、観覧車へようこそです。だからこの配信終わった後とかにやってくださると嬉しいです。うん、送ったよって方もいる、ありがとうございます。ウーパールーパー、はい、を込めてあなたが大きさだけで、急に中英ですか待って、めっちゃ来た、4つもさ、これ来た。春よんふ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 ん、嬉しい、超かわいい、ありがとうございます。イェイ、ピース、ありがとう、4つもありがとう、びっくりしちゃった、やった、ありがとうございます。渋いチョイス何、アカデマチョリのギフト、あ、ほんとだ、ギフトがあるんだね、ありがとうございます。みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。なんかね、今日友達の話になったんですよ。なんか友達、私めちゃめちゃいるタイプだと思ってるたんですけど、なんかよく考えたら友達あんまいないなってことに気がついて、なんか悲しくなったっていう話。なんかね、そう、友達多いって思ってた理由も、私は幼稚園から小学校中学校ってこう3つ生きてきた上で、みんななんか結構この人だけと仲いいとかじゃなかったんですよ。もうなんかみんななんですよ、みんな結構仲いいみたいな感じだったから、あ、なんかもうほんと中3の時、中1、中2、中3の時とかもう友達めっちゃいると思って、私もうめっちゃ友達いるわ、みんな友達大好き、イエイイエイ、フレンドフレンドみたいな感じだったんですけど、なんかよく考えたら私高校も友達一人もいないし、あ、メンバーはいたけどね、なんかその高校でできた友達っていうのは一人もいないし、喋ったことの男の子なんて3年間一回も喋らなかったし、女の子も全然3人ぐらいしか喋ったことないし、まあ喋っただけなんだけど、で大学は行ってないでしょ、だから実質地元しか友達がいないわけ、地元しか友達いないわ。なんか昔習ってた、私中学校1年生で SK 入ってるからスマホとか持ってなくて、だからその時の親同士が仲良かったとかそういう知り合いはいるっちゃいるんだけど、なんかそういうのなくて、なんか本当に地元にしか友達いないし、なんなら地元もなんか
成人式が終わって本当に連絡する子って少ないなと思って、だからなんかちょっと寂しくなっちゃったんだよね。結婚式誰呼ぶか困るやつやん。まあ結婚するかとか別にして、まあ、そうなったら本当にちょっとしか呼べない、まあ、メンバーがいるけどね。私はメンバーを友達とはあんま、卒業しちゃえば友達なんだけど、友達っていう友達って何？友達何人いるか。いやちょっと悲しくなりそうだからね。知り合いがとても多いタイプなのか、あそうかもしれない。だって LINE とかの友達は多い、だって LINE してないだけでみたいなね。友達になりたい。違う立場でもしなんか辞めた後に会ったりしたらそうなるかもしれないですね。友達は数じゃない絆や、名言いただきました、ありがとうございます。私が卒業したらあとはみんなとメンバー友達になるのかな、わかんないな。でもさ、みんなオタク仲間とかいる方いるじゃないですか。同じ趣味を共有できる相手がいるのはいいなって思います。私なんか趣味がさ漫画とかアニメとかだからさ、一人なんですよね。ほんともう一回成人式やりたい。 SKE 卒業してからなんか成人式もう一回したい。 SKE のあの次の日に AKB 成人式があったから、あの成人式途中で抜けたんですよ。だからあんまり喋れなくて、友達と本当に仲いい子とずっと一緒にいたら終わっちゃったので、そうだからもう一回やりたいなって思うけどね。まあでも私インドアだからなんかアウトドアの趣味作ったとて行かないとかやらない気がするけどね。卒業したら現場でおたとも作りましょう。そうそうしよう、推しの現場行っておたとも作ろう。いいね、それすごいあり。オタクになれば少しアウトドアになります。オタクになればいいのか。恋人ができたら変わる。そうかな、どうかな。オタ活で遠征しよう。したいけど時期が時期だもんね、あんま外出れない。あ、まあ緊急事態宣言終わったといえどね。インドア派だったけどアイドルオタクになってめちゃくちゃ遠征するようになった。そういう方多そうだね。誰かがなんか落としたって同じだよ。みんなすごくない？落とした、音がした、落としたすごくない？大発見だ。落としたよ。落としたすごくない？落としたってさ、こうやって言う分にはさ同じだけどさ、漢字でさ落としたって言ったらさ違うわけじゃん。え、天才じゃない？ちょっと待ってる、びっくり。え、天才だよね。落としたでき、すごいよね。
落とした落とした、いやいやラッパー。あ、なんか変わった。じゃあちょっと待っちゃった、治った、よかった。落とした落としたってうるさかったから。治った、ラップのとこでループ。何ループしてたって、何どういうこと、フリーズした、ごめんね。不思議したらラッパーになろうかな。ヘイ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 チェキラッチョーみたいなやっぱりバカにしてみたいになっちゃった。やめよう、治った、よかったよかった。 DJ みたいだった一生ラップしてた落とした落とした落とした、イエイエイエイ。こういう女の人になりたい。ムダムダになっちゃった。見て顔変わる。やめようやめよう。今のはなかったことにしよう。無断転載禁止で、スクショ禁止で。バブリー。ロッキーで撮影じゃないです。全然ロッキーで撮影してないです。今日は毎日リレー配信あったのと、普通になんか他のお仕事あったけど、全然そういうのじゃないです。今日美容師さんに、私卒業したら髪切るんですって話してて、どれぐらい切るのって話になって、私はここまで切るって言って、切る予定ですって言って、だからこんだけ切ります、この長さ、ここからここまで、これぐらい切る。切っちゃうんだ。ボブにはしないです。肩つくよぐらい。肩つくけどポニーテールできるよ。あ、でも卒業するまではロングでいますけどね。ロングロング。ヘルでいるじゃね、ロングでいるよ。髪結べる方が楽だよね。やっぱアイドルはロングってイメージがあるから、みんな卒業したら切るんじゃない？ポニーテールできればいいんだよね。だからこうして、こうしたらこれぐらい切れる。なんかすっごい散らばってるわ、巻いてもらったから。ちょっとこれぐらいの長さにする。これぐらいかな、ちょっとこうスッてするけど。楽しみ。でもロングのが絶対似合うのは分かってるけど、やりたいからやる。今まで一番短くて、 SK に入ってから一番短かったのは鎖骨まで切った時なんで、これぐらいかな。これぐらいの時が一番短かったかな。そう、あとスキー入る前に一番短かったのは、これぐらいまで短かった時がありました。妹が生まれた時は短かったです。でもそっから保育園の時、保育園幼稚園の時からずっとその時が一番短いから、それがだから小学生からはずっと長い。
明日リョーハが重大発表するけど何か聞いてない？楽しみに。 SNS 続けるかどうかはねまだ私にも分かりません。ベリーショートとかなんかそのショートっぽいショートはしないかも。女の子らしさは残すショート、なんか別にショートも女の子らしいんだけど、なんて言うんだろう、握手会じゃん。いやそっか、うん、うん、あ私コスプレする日じゃない、横にゃんと。そうだよね確か。確かそうだよね。コスプレします24日の握手会は。来月の24日になったらさ、もう卒業まであと1ヶ月かってなってるね。野崎ポンが新垣結衣に見えた。めっちゃ好き新垣結衣さん。わかんない、私 SNS 続けるかどうか、まあ続けても自分を載せるかわかんないかな。もう普通にアイドルやめたら、もう芸能やらないので、それ以降はもう見守ってるだけでお願いします。まあだから逆にね、5月の卒業公演する日まではいっぱいアイドルとして可愛いって言ってください。握手会の時してほしい髪型ありますか？女の子はでも春だからな、ふわふわしててほしいな。ふわふわの三つ編みとか好き、ふわふわのツインテールとか、ふわふわの巻き髪も好き、なんかふわふわしてたら好きです。春は男はあまり長い髪の毛よりは短い方が好きかも。短髪っていうかマッシュより長いのは嫌かも。はあんまりタイプじゃないっていうの、うん、男の子はみんなスーツ着てほしい。それはそういうイメージがない人の姿勢。逆にイメージがないさ女の子とかがさ普段かっこいい系とかのね女の子くれたらめちゃめちゃギャップで可愛いよ。待ってます。男もプルクルでもでもいい、清楚なんか感じのもうなんか爽やか水色似合いますみたいな人がいいです。あでも4月24日にあの会いに来てくださる方はスーツ着てくださったら結構バランスいいかも。私のコスプレとのペアみたいになるかも。だからスーツ着てきてほしいな。清潔感は男子も女子も大事。うん。最後のお話し会は清掃機長かな。最後のお話し会スーツでみんな来てほしいな。あでもなアイドル最後って考えたらな、スーツだけど中生誕 T シャツとか、なんかスーツだけど押しタオルつけてくれてるとか、そういうのも嬉しいかも。スーツ大好きなの。男の人のスーツ一番かっこいい。生あの地元の同級生の男の子とか駅で見かけたら、まあ、よく考えたら就活の時期だからね。みんなそうだよね。女の子はどんな服でも可愛いよ。まあでも正直さあのあれなんだよね、会いに行くワクワクって言ってさ服をさ
何着てこうって悩んでくれてる男の子と女の子はみんな可愛いしかっこいいと思うんだよね。だからそうやって楽しみにして服決めてくれたら、なんかそれだけで幸せです。県内けどお見送りをさせていきます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。私も就活の年齢です。周りも私ですし。スーツの色合いが何色が好き？黒だけど、なんかネクタイ遊び心ある人がいいです。なんか前電車で見かけたおじさまがすごいピシッてスーツ着てるんだけど、なんかネクタイだけすごいなんか個性的なネクタイしててめっちゃ可愛いなって思って、なんかね生地が違った気がする。めっちゃ可愛かった。そういうの、撮ってきてスーツが入らなくなってきた。一緒にダイエット始めよう、みんなで。じゃあダイエット始めよう。なんかさ、もうさ体がさボロボロすぎてさ、今肩回すとバキ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 って言うんだよね。やらこった、あんなこった。正端的にネクタイはなんかちょっと変態さんみたいな感じだからやだ。スヌーピーとミッフィーどっちの、スヌーピーとミッフィー私どっちも好き、なんかどっちも好きなのでちょっとお任せします。なんか卒業したらみんなと会えなくなっちゃうな、普通に寂しいよ。私も寂しい。さきぽん卒業したらどうやって生きよう。推しがいるじゃない、まだ。みんな大丈夫だよ、生きていけるよ別に私がいなくても。でもマネージャーとかには別にならないから、頻繁にメンバーの後ろにいるとかそういうことはないかもね。このショールームもね、まあ貴重だよね。人は思い出があれば生きていけると偉い人が言っていた。生きていけると思うよ。生きていくよね。街で出会うかもしれないしね。私街でファンの方見つけるの得意なんですよ。あのね、よくねファンの方見つける、名古屋駅とかで。でなんかあっって言っちゃったことある。声かけたとかじゃないんですけど、普通にファンの方を街で見かけて、あっって思ってびっくりして、あっって声出ちゃって、そしたらファンの方がわってなって、二人してわってなって、あっって。でもすごい気使っていただいて、あっこうやってペコってなってバイバイってなってすぐ。でもファンの方全然気づいてない時のが多いし、なんか私も別に話しかけないけど、なんかファンの方がなんか普通にプライベートってかお仕事なのかな、わかんない、なんかそういう普段なんかしてない格好をしてた時になんかびっくりして、なんかそれでその方が握手会来た時に言ったもん、あんな雰囲気でスーツ着てましたって言って、私前見かけたんですよって言ったらびっくりした。
名古屋駅はねめっちゃね合うファンの方に、まあ誰もが使う、見かけたら声かけても大丈夫。いやーあんまり大丈夫はないですね。まあ時と場合によりますが、卒業したらもうそっとしといてください。ファンの会話気になったりする。あ、握手会っていうか、なんか現地でトーク会の時とか、私こうやってファンの方とさ喋ってるじゃないですか。その後ろにはファンの方がなんか溜まってたりするじゃない。なんかその時なんか握手行く前とか、メンバー推しと話す前とか、何話してるのかなとか思うかも。なんか俺次何喋ろうかなとか喋ってんのか、なんか握手会のレポを共有し合ってるとか、みんな何喋ってるのかなってその時はめっちゃ思う。携帯触ってたでしょ、なんか今レポ書いてるのかなとか、何してんのかなとか、全然違う寝してるのかなとか、次今日寝るご飯決めてるのかなとか、どんな感じなんだろうって喋ったことある。喋ったことじゃない、思ったことある。結構ね私見てる、誰ともお話ししまいますさきぽんさん、みんな一緒だから話しかけてみて、卒業までに機会があれば。今日誕生日です、おめでとうお願い。おめでとう、届いてるかーいおめでとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアあなた、ハッピーブラスブラッド、いいね、みんながおめでとうございますって言ってくれる。まあ私が誕生日じゃないんだけど、なんかそのすごいするのすごい好き、ありがとう。そのパチパチとかその感じめちゃめちゃ好き、ありがとうございます。28日誕生日だから私も、おなんかいいねそういう感じなの、めっちゃみんなが優しくて好き。やった嬉しいって書いて、素敵ありがとう、自分も3日前が誕生日だったから嬉しい。おまああなたって言ってるからね、ぜひ受け取ってください。もうねそうだね、好きの私はもう誕生日来ないね。22歳の誕生日はもう一般ピーポーなんて来ないね。サキフォンズはね素敵だよ、本当にどこにも負けないぐらい素晴らしい誕生日になったって。ありがとうございます、おめでとうございます。でも卒業ぐらいは、卒業してから誕生日ぐらいはついかも、あの方の。おめでとう言ってください、叫んでください、おめでとうって11月22歳のさきぽんは僕のお嫁さんになってなんかさ AKB の方のお話し会も SK の現地でトーク会の時もなんかめっちゃ結婚申し込まれたのね。こりゃしごめんね、でもめちゃめちゃ結婚しようって言われた、本当にもう人生でこんなにねプロポーズされるね機会はないんですよ。もうびっくりしたもん本当に。あくま、またありがとうございます。ゆっくりいつもプレゼントあのショールームありがとう。もうね結婚式ね、私結婚すんごいよ、もうすごいよ、何回結婚したらいいんだっていうぐらい結婚もまずはお友達から申し込んだとてよ、ライバル多いよみんな。いやこんなに人生でモテることないよ、もう
しようじゃなくてする前提で話してた面白い。あー、最後のプレゼントはたくさん送っていいの？いやー、ありがとう、嬉しい、全部嬉しいよ、ありがとう。ご祝儀送りますね既婚でもいいですか？ダメです、絶対許しません。めちゃめちゃ断られたんだがもうさ、私のこと好きな人、いや多すぎだよ、ありがとう、嬉しい。なんかさ、推しとして好きなのはわかるよ、でも結婚したいぐらい好きもすごくない？だってさ、私が裏で何してるとか知らないじゃん。まあ何もしないんだけど、なんかなんていうの、その家族といる時の私とかも知らないわけじゃない？知らない時間が多いわけじゃない？だからさ、すごくない？結婚申し込みたいって思うぐらい好きになってくれたことと。でも何もあんまり。旦那さんはどんな人がいい？旦那さんはなんか私大好きな曲があって、なんかいつまでも私に恋しててねって言うんですよ、奥さんがね。褒められるように頑張るからっていう歌詞があって、なんかそれ別になっても恋して私にって言ってるの、めっちゃいい曲だと思って。だからなんかなんて言うんだろう、ずっと恋できるしされる関係がいいかも。なんか別に赤の他人なわけじゃん、きっと結婚する人なんてね。だからなんか別にその人の親でもお母さんになるわけでもなんでもないから、なんかなんて言うんだろう、なんかだから私を親扱いっていうか、いるじゃん、よく見る、よく見るっていうか、なんかご飯作ってもらうの当たり前とか、洗濯させるの当たり前とか、まあ男女限らずかもしれないけどね。なんかだけどそういうのは夫婦ならちゃんとお互いちゃんとしたいし、いつまでもドキドキしたい。まあ漫画の見過ぎかもしれないけどね、なんかちゃんと夫婦だけど恋し合ってたかも。だった気がする。だからなんか結婚してさ、いつまでもラブラブなさ夫婦ってさ、絶対お互いに恋してるからだと思う。だからそういう人と巡り合いたい。年取っても手つなぎたい、つなぎたいってあれだけど、つないでる夫婦、おじいちゃんとかおばあちゃん見るとめっちゃいいなって思う。未来が明るくて羨ましい、ありがとう。今日妻が誕生日ケーキを、いいね、いつまでもお祝いとかそういうの全部記念日大事にしてくれる人がいいかも。記念日なんかイベントこと、なんか忘れるような人の嫌だ、嫌だ、私そういう人嫌だ。だからさ、ファンの方とかさ、誕生日はもちろんだけどさ、なんかクリスマスとかバレンタインとかさ、結構さなんかちゃんとしてくれるじゃん。今日はバレンタインだねとか、今日はなんかロッキー何周年だねとか、今日昇格した日だねとか、まあ、そうやってさ、なんか自分にとって大事な日を覚えててくれるっていうのはすごいいい人。うん、あとは何回も言ってる気がする、声が大きくない人、怒るときに。年取っても生誕祭してほしい、生誕祭してほしい。なんか別にさ、毎回何かしてほしい、サプライズしてほしいとかじゃなくて、今日覚えててくれて、今日なんとかな日だねっていうのをやりたいかも。
なんか怒った後に話さなくなったりとか、声大きい人とかギャーバーっていう人はもちろんだけど、話さなくなるとか、なんかそういうのもよりもなんかちゃん冷静な話し合いができる人がいいかな。でも私あんま喧嘩しないから、それほど仲がいい人はちょっと私怪しんでるタイプね。だってね、私だけ喧嘩したくないもん。毎年旅行に行くのいいね。怒ると敬語になる。あ、怒ると怖そうはめっちゃ言われるわ。うん、もう一度サキポンのいる6期生で絶望を見たかったな。6期でライブしたいね。私怒ったらどうなるんだろう。あんまり人生で怒ったことがあんまりなさすぎて、結構静かになるタイプかも。うわーってなんない本当に。なんかめんどくさくなっちゃうんだよね。なんかばっかり言ってるわ。怒ることもめんどくさいし、そんなことにエネルギーを消費したもん。冷静に怒ってる内容を淡々と伝えるかも。物投げそうはひどくない？投げんないよ。どうなんだろうね、もう怒らせてもらわないと分かんないか。まあ怒んないけどね。ああでも常にニコニコしてなくてもいいけど、笑顔が可愛いのとかはいいよね。まあどんな人に出会えるのか分かんないけどさ、この間の現地でトーク会とかでさ、なんか結構いい人できたら紹介してねみたいな、僕たちが見定めるからみたいな、はい、もう付き合う前にみんなに紹介してねみたいな、めっちゃファンの方が言ってくれた。うん、だからなんかみんな心配、なんか私が卒業発表してなんか今後の恋愛とかの話をトーク会とかでするとなんかまずタイプ的に、いや僕と結婚しようタイプね、あのプロポーズタイプとあと心配してくれるタイプ、あの彼氏を紹介してねみたいな、ね、もう本当にいい人なら安心して任せるけどみたいな、今までこう恋愛をしてないわけだから、なんかそういうのを見定めれないと思うみたいなタイプがいます。あとはもうそういう話を聞きたくないしっていうタイプね。そうだからね、こういう3タイプがいるわけよ。結婚したい、見定めたい、いい人なら OK、 そういう話はもう嫌だっていうタイプですね。みんなはどのタイプですか？あ、普通に誰でももうさあ、じゃあさ、みんなが思うこういう人はダメだよって人いる？さっき靴がとんがってる男はダメとか今書いてあった。ほぼ全部そういうのある？お金にルーズ。あー、なるほどね。怠け者。お金にルーズ、結構みんなダメだね。自慢話、紐は絶対選ばない、チャラいのはダメ、チャラいのはダメ、いやだな、働かない、それも絶対やだ、大事にしない人、うん、それはね。芸能人は、私芸能人絶対嫌なんてないです。なんか同じ職業の人だけは絶対に無理。
なんか大変さが分かるからこそ私は支えられない。バリカンにする人、あ、そう。店員さんに態度でかいは絶対嫌だね。夢や目標がない、うーん、時間にルーズな人、やっぱルーズ系はダメなんだ。むしろ芸能人嫌なんだ。嫌だね、嫌だ嫌だ、絶対嫌だ。嘘つかない人、うん、DV 絶対嫌だよ。その人によって態度変える人、年収2000万以上と結婚してほしい、なんだそれ歩くのが早い人、あーなるほどね。家事やったことない人、ありがとうって言えない人、でもだってで言い訳がましいのはダメ。なるほどね。で、意見しか言わない人、金で態度、お酒で態度変わる人。じゃあさ、なんかみんなはさ、どこでさそういう好きってなるの？なんかいつこの人いいなって思ったんだろうって思う。結婚ってすごくない？だってその人とずっと一緒にいるって覚悟がなきゃさできないわけじゃん。なんか結婚する人って本当に何が決め手で結婚するんだろうってめっちゃ思うもん。私だってさ、何十年死ぬまで一緒にいるんだよ。すごくない？それ普通にすごいと思うんだよね。結婚できるって居心地の良さか。なるほどね。したことないぜ。もう一緒に聞こう。一緒にいて楽しいとか、うん、何気ない行動と言動、うん、等身大の自分でいさせてくれる、互い許し合える、無言にいても気まずくない、気を使わなくなった時かな。過去結婚してないけど、おーい、すがらせる。結婚って何ですか？この人を手放したらダメだと思ったら、なんか深いね。なんかもうそういうの考えると結婚ちょっとめんどくさいよ。絶対めんどくさそうだなとか思っちゃうもんね。だけどなんかそうやって思える人がいるのはいいよね。いいですよね。まあそんなことは、あ、まあまあ何十年、まあでもみんなの意見をまあまとめると、まあ、ちゃんとした人がいいってことですね。きちんと、まだまだお若い、私はまだお若いです。みんなが私の幸せを願ってくれるから幸せにならなきゃなって思う。ああ別に男の子関係とかそういうのじゃなくてね、全部の面で、お仕事もだけど、いろんな面で幸せになりたいっていうか、幸せで居続けなきゃなって思う。私を卒業して辞める、卒業するわけだからね。まあリョウハと一緒に暮らそう。りょうはちゃんが私のお嫁さんだよ。それはあれも結婚してるんだっけ。りょうははね、本当にね、ずっと一緒に入れるのよ。だからりょうはがいいね、やっぱり。りょうはならオッケー。正解。ルーちゃんはね、私とリュウハの子供だもん。子供です。リュウハなら許す。うん、もう相手決まってたわ。散々これ何分、もう30分ぐらいこんな話しといても相手いました。すいません、北川リュウハさんでした。じゃんじゃん、リュウハさんでご祝儀待ってます。ご祝儀とプレゼント待ってます。ありがとうございます。リュウハには勝てない。
母子ともに健康で何よりです。すいません、そうです、健康です。可愛い娘をお腹痛めてみました。全国民が泣いた。名字は何ですか。いや、何だろう、井上咲、井上涼派、井上ルガでいく、行きましょう。明日の発表それか、そうかな、そうだね、多分そうだよ、涼派の発表はした。咲ほんと結婚しますね、多分咲と結婚しますって言う、多分。はい、井上、竹内、北川だね。もうね、やっぱ井上かな。ルーカイ、やっぱルーカイの名前になるぐらいだね。近い近く可愛い子供が爆誕、そうです。演技二人目はまだでしょう。はい。もうこんな時間だ、もう1時間ぐらいやってるわ。明日もね、ちょっと早めに起きなきゃいけない予定がございまして、だからもうそろそろ終わりにしようかなって思います。いやー、なんか素でいられる、めっちゃ来たじゃん。あ、またありがとうございます。いっぱいなんかじゃん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 、いっぱいありがとう。ごじゃんじゃこじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん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 、神戸大悠さんみたいな。ありがとうね、締めのミラーボール、ありがとう。これで閉まるね。あ、またおお、またまたまた、ありがとう、3人ありがとう、ありがとうございます。なんて言おうとしたんだっけさっき。あ、そう、素でいられるのって大事ってさ、さっきいろんな人が言ってたじゃん、いろんなファンの方が教えてくれて。でも私がさ、こうやって素を出せるのってショールームとか本当に素だし、なんかテンション上がってうわーみたいな時もあれば、なんか落ち着いて喋ってる時もあるだろうし、なんかその時の自分の状況とか、それを素のまま作らずにお話できる空間ってここだなって思うので、素でいられる場所が大事なら、やっぱここが私は大事なのかなってすごい思った。だから素でいさせてくれるみんなのこと、もっともっと大切にしたいなって思います。だからありがとう、また来た、ミラーボール、ありがとうございます。素でいさせてくれるみんなのことが好き、やっぱ結婚しよう。ありがとう。またじゃあショールームなり深夜のインスタライブなり、なんなんなんかいろいろするかもしれないけど、すごい忙しい時期なので、この忙しさを乗り越えたいと思ってた。皆さんありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。寝るんだよ、ありがとう、バイバイ。じゃあ切ります。おやすみなさい。